今回ですねあの、僕のコンサルタスの方々こういった質問の方をいただきましたので、まあ、ちょっと YouTube でお話ししていきたいと思います。まあ、もちろんあの、いい答えが出るかっていうのは本当分かんないんですけど、まあ、一つでもですね、もし参考になるようであれば、まあ、参考にしてもらって、えー、そうですね、考えていただければなと思いまして、ちょっと YouTube で答えていきたいと思います。 まあ全然コンサル以外のお話なんですけどまあ別に普通の質問いただければ全然何でも答えますのでまあそうですね YouTube で話したら結構いいのかなと思ってまあ内容はですね、えっと、お疲れ様です e ーベ y 以外の質問まあそうですね僕まあ基本 ebay とかまあ物販の方を教えさせてもらってるんですけどまあ全然いいですよいろんな質問をいただいて <laughs> うんなんかそういう臨機応変でやってた方がなんか楽しいですし で知り合いの方まあ僕の勉強にもなりますし、まあ、お互い運営になれば一番いいのかなって思いますよねと知り合いの女性の方がヨガのインストラクターを10年以上していますで私は YouTube で発信して収益を出す手伝いをしたいと考えていますあ素晴らしいですねうんやっぱりあの女性の方が多分まあ今コロナとかでそうですね困っているからまあどうにかして収益を出す手伝いをしたいと考えてますってことですよね で、僕はヨガの YouTube で収益を上げれると思いますか、えー、目標は10万円です。達成は6月号を目標にしています。そっそくの意見を聞かせてよろしくお願いします。ということで、まずですね、広告収入だけだと10万円は多分9、80%ぐらい無理かなと思いますね。これ理由を述べると、あの YouTube っていうのは、 まずチャンネル登録がが人いないいななと、えー、広告がつかないんですよあと視聴時間が4,000時間以上ここの2つのハードルをクリアしないと広告が使えないんですよ。っていうことは例えば半年間に1,000人行くのって多分何かがズバ抜けないとダメなんですよ。本当に技術がすごいとかまあ例えばあとはキャリアっていうかまあ人の悩みをヨガで解決しているかとか。 その喋りがめちゃっち,ちゃくちゃためになるとか本当にそれぐらいのことがないと多分6ヶ月で10万円っていうのは10万円っていうか多分広告つかないですね6ヶ月間だと1,000人多分超えないかなと思いますあの僕も YouTube やって1,000人超えたの一1年ぐらいやっぱりかかったんですよで僕の YouTube の広告ってぶっちゃけ言うとですね1日300円とかしか入ってこないんで 広告費用1日300円だから月に9,000円ぐらいですよねだから月に9,000円だけのために実はその YouTube 撮ったりもしてたりとかしてるんで全く割りに合わないんですよ実は。だからぶっちゃけ言うと僕が10万円行ってないのでやっぱり行ってない僕がアドバイスするっていうのはあのおかしな話なんですけどただですね行く方法っていうのがあってあの。 これはですね、自分の商品を作ってそれをですね YouTube チャンネル登録してくれたファン,ファンその人をファン化させてあの自分の商材とかを販売していくっていう手であれば要はコンテンツ販売をすれば10万円は全然可能なんですよ。だからこれもマーケティングなんですけどだから広告費用で10万円はあのまあほぼ無理ですね。 で僕ですねあの、まずですね、これを考える前にですね、あと、ライバルとか、市場とかデータっていうのをちゃんとチェックする、リサーチをしなきゃなんですよ。で僕なりにちょっとですね、今、まあ、リサーチしたんですけど、ヨガ、インストラクター、2つのキーワードですね、2語キーワードっていうんですけど、で、ここにですね、あとこれ関連キーワード、サジェストキーワードっていうんですけど、 どんなキーワードが日本で、えー、よく検索されてるかっていうのがサゼストとして出るんですよ。要は関連キーワードっていうんですけど、だからこれを見た時に、ヨガインストラクターの1日とかルーティーンとか食事とか、だからタイトルをつけるとか、ヨガインストラクターの、えー、まあ、1日とか、えー、ルーティーン動画とかで作るっていう感じなんですけど、でですね、動画を見ると、あの、 要は悩みを解決すするる動画とかが一番伸びるんですよ。例えば自宅でできる肩こり腰痛む決め改善ですストレッチこれ考えた時に、えー、思い浮かべるんですよストーリーを今はコロナですよねでテレワークが増えてる外出できないイコールジムに行けないだからこそ自宅でできることが いつもももよよりも昔より昔需要があるだからヨガインストラクターを直伝の自宅でできるなんちゃらかんちゃらとかで動画を作ったらまあワンチャン伸びるかもしれないんですけど半年だと厳しいかなっていうのはありますね。だからこの51万回とか言ってればあまあ多分。 この人が、まあ、コンスタントで10万回とか20万回ってるんであれば広告収入だけで100万円は超えてますね月に。で他の方見るとやっぱり3000回とか4000回とか3000回とかなんでやっぱりニッチっちゃニッチなんですよあのジャンル的に。だから でここでフィルター YouTube ってフ,フィルターかけてあのリサーチするんですけどここで視聴回数って見るんですよそうするとヨガのインストラクターの、えー、視聴回数が多い順に出てくるんですよだから例えばこれだったら開脚ができない人が開脚にできるストレッチ方法とかめちゃくちゃ需要あるじゃないですか 要は体が硬い人が体を柔らかくして、えー、そうですねその体を柔らかくする方法とかそれってやっぱり10年間やってる方でしか知らない知識なのでそういうのを YouTube で発信するっていうのはめちゃくちゃありなんですようん でもね、やっちゃった方がいいですね。とりあえずやった方がいいですね。あの情報発信をした方がいいですね。うん、でもなぁ。まあ、なので、あのー、まあちょっと戻ると、まず、目標10万円にしたってことは、10万円がゴールなんですよ。でも、10万円に行くためには、2つの収入源を、2つの収入源なんですよ。YouTube でやったとき。 広告と、あとは、えー、自己商材になるんですよ。自己商材になるので、広告は、これは、えー、半年じゃ多分無理だと思うので、後々行けたらラッキーぐらいでいいと思うんですよね。後々行けたらラッキーぐらいでいいと思うんですよ。あとは、自己商材だったら、 まずゴールを10万円で設定したときにあの単価を考えるんですよ単価これねすごい重要なんですけど要はあのうまい棒って10円じゃないですかでも10万十万円うまい棒を売るためには1万本売らなきゃダメなんですようまい棒をってことは 1>, 1万回誰かにアプローチしてあのー、1万回うるさいをしなきゃダメなんですよ単価が低いとしかしあの例えばマンツーマンでヨガレッスンしますとかそういったことを例えばライズアップみたいに考えると一撃で5万円とか10万円とかいただける可能性が出るんですよだから次に単価を考えた時に単価を絶対に高単価にしなきゃダメなんですよ 要はうまい棒を10本、10万1万万本売っても、要はもう何年もかかっちゃいますよね。下手したら、個人でやってたら。まあ、もうわかんないですけど。でも、10万円ゴールにするんだったら、5万円以上の商材を作った方がいいですね。5万円以上の、あの、例えば、ココナラとかで、YouTube、まあ僕はちょっと考えたのが、まあ今パって考えたのが、YouTube でまず、 情報発信してファンを作って概要欄に「ここなら」とか他の外部リンクを載せてで「ここなら」ココで例えばズームの画面を共有しながら個別、えー、個別レッスンしますとかあの体が硬い方がいたら、えー、個別で柔らかくする方法を教えますとかまずはそういった安い商品から。 アプローチしてってもいいかなって思うんですけど。でも本当に十万円目指すんだったら、最終的に高単価にして。一人十万円とか、あの一人五万円とかにして。だから1000。千一万円、五千円の商材作ったら、百回うんなきゃ十万円なんないんですよ。でも。五万円の商材作ったら。あ、要は千円の商材だったら、百人でアプローチしないと十万円なんないんですよ。キリがないんですよ。そういうことしてると。 だからあのビジネスにおいてあの値下げ交渉だけはしちゃいけないんですよ絶対に。でも逆に考えると5万円の何かを作って2人だけに販売できればそれって10万円に行くんですよだから今だったら世の中のことを考えるとえ外出できないテレワークで肩が凝る腰が痛いえ運動できないで あとはインターネットの部分を使うと Zoom で画面共有できるとか、えー、自宅レッスンとかヨガマットとかってありますよねあとそれかあの10アマゾンアフィリエイトとかでそのヨガのマットとかを紹介したりとかもしてアフィリエイト収入っていうのを得ていくっていうのもありなんですけどそれだと単価低いんですよ。結局アフィリエイトってあの大きく稼ぎるんですけど ちょっとやるぐらいだと本当にあの数百円円程度とかか千円ぐらいいしか稼げないんですよそれだったらあの10年間の知識っていうのを自己商材にしてまあでもですねワードプレスを今からやってサイト作りましょうとかやるとハードル高いと思うのでまずは YouTube でやって僕だったらあの個別レッスンとかあの個別レッスンとかにして高単価を狙ってきますね。 でそうしないとやっぱり10万円ってやっぱり大金なのでまあ低単価のものをやっぱり1,000円のものをあの100回やらないとダメなんですよ10万円ってだからこそ5万円のものとかを2回とかにして何か高単価のものを作りましょうってことなんですよだからプライベートレッスンとかかな、まあ、僕そのヨガが全然わかんないんですけど 結局マーケティングとか商売っていうのは高単価のものを。あの販売していくことの方が楽なんですよね？まあ、利益率がいいものですよね。だからよくあの物販でも利益率10%だったらあのやる意味ないと僕は思いますし、利益率が50%だったらあの10%の5倍いいので、その分作業率があの5倍少ないわけじゃないですか。利益率が高いので。 だから高単価のことをやって高単価もそうですし利益率がいいことをやっていった方がいいと思うんですよね。で次僕の答えなんでまあ僕の答えっていうかなんかそうですねお疲れ様です YouTube ファンをつけるしまあファンは結局ファンなんですよ。あのこれも今の世の中の仕組みとしてはあの情報があふれかえってるんですよ世の中に。これどういうことかっていうと ヨガインストラクターで検索するといくらでも出てきますよね。これってある意味情報なんですよ。っていうことは、えー、今は情報にはそんなに価値がないんですよ。人に価値が出るんですよ。だからあこの人教え方がうまいとかあこの人のやり方効果があるとかその人だけのブランディングとかっていうのを作っていかないと 結局ライバルに飲まれちゃってて伸びいいかないんですよ。だから僕が言うのは広告よりも自分の商品を作って YouTube で集客して販売する流れなんですけどこれをですねあのマーケティングの中でダイレクトレスポンスマーケティングって言うんですよ DRM って言うんですけどあの日本,に日本語に直すと集客・教育・販売なんですよ。 じゃあこの流れをですね youtube あ,ーまああまの今のネット業ネットにか、えー、置き換えるとまず集客が YouTube でいろんな人に告知する要は自分のことを知ってもらわないとお客さんになってもらえないじゃないですか。で今は SNS とか YouTube であの不特定多数の方に発信できるので。 そこでやっぱり集客する自分のことを認知してもらうってことがまず第一段階。で次に教育これはどういうことかというと、えー、自分の思っていることであったりとか、まあ、自分の伝えたいことやりたいことあとはその視聴者様の見ている悩みっていうのを解決することをこれ今回教育なんですね。で最後に えー、自分の作った商材を販売するこれが集客教育販売するのを最後のステップなんですよこれをあのダイレクトレスポンスマーケティングっていうんですけどなので今だったらやっぱり YouTube が一番簡単なんですよブログよりも動画ですよねで SNS よりも動画やっぱりあの情報量多いのでだからこそ YouTube やって自己商材作って うーんやるかなーって感じなんですけどあとはお住まいとかもそうですよねどこに住んでって例えばまあ出張ヨガ、えー、教室うんそうこれもね考え方で出張ヨガ教室をもしやりたいってなった時にえっ、ー、と顔が分かんなかったら怖いじゃないですか受ける顔があって でも YouTube を100動画ぐらい見てあこの人安心できるなってなったらあのじゃあ,あの出張ヨガしてくださいってなるんですよ。これがまさに集客教育販売の教育の部分になるんですよ。うん、これをあの、えー、ザ,イオンスザイオンス効果単,単純接触効果、えー、例えば、まあ、学生や小学校中学校の時に、まあ、クラスの女子を好きになるじゃないですか。 あれには隣に座った女の子のこと好きになるのも要はそれだけ話したりとか単純に接触していいる回数が多いんですよこれを YouTube に置き換えることによって要はだから僕の YouTube も何百本ってあるんですけど何百本見ていただいた方は、まあ、例えば僕に LINE アットでメッセージしてみようとか質問してみようとかっていうことになるじゃないですか。これがまさにあの単純接触効果って言うんですよ。 結構深いっていうかまあ深いっていうかまあそうですねあああと次ですね誰か教えてもらえる先生はご存じないですかってことなんですけどうんこれはねどっちかというとマーケティングかなってなるんですよね、うん、そうですねあとこここういうマーケティングとか先生とかコンサルとか結構高くなっちゃうと思いますねあと僕はぶっちゃけど知らないですね うん、あ全部どほ,ほぼ独学で生きてきた人間なんですその関わりがないんですよね他の人とうんそうですねじゃ、えっと、とりあえず1回5分から7分ぐらいのそうですねあのここもすごい大事で動画をアップしてどれだけ見られるかとかまあ絶対に最初見られないんですよ。あのなのでな何百本ってやってようやくあのちょっと伸びてきたなぐらいの世界なんですよ YouTube とかブログとかっていうのはだからとりあえずやっぱり出してみてデータを取るってことが大事なんですよ要はフィードバックをもらうってことが大事でじゃあ5分から7分の動画を出してみました、えー、1週間で5再生されてますみたいなじゃあ,あ1ヶ月でこれだけ再生されるかなとかデータが取れるじゃないですか。 だからとりあえずチャレンジしないことには前に進めないんですよすべて世の中はなのでとりあえず出してみましょうでもねあのマインド的には完璧なんですよあのこの方の質問ってやっぱり あの毎日アップすることは大切なので理解してます。頑張るつもりです。ebay ーーとは関係ない相談ですが、まあ、僕のおすすめの先生を教えたら教えていただけませんが、独学で実行する時間、もしいい先生をと。で、えっと、質問申し訳ありません。よろしくお願いあのマインドは完璧なんですよ。要は、やっぱり、ね、独学でよりよりも、誰かに教えてもらった方が時間短縮できるのですぐ結果が出るんですよ。ここ完璧と。 あとはとりあえず動画をアップしてみようかなっていうのもやっぱりあのとりあえずチャレンジ精神っていうのが大事であと毎日アップすることもちゃんと理解してやっぱり頑張りますってこととあとやっぱりすごくあのメッセージが丁寧ですよねあの文面が、うん、だからすごくなんかいいですよね文面がすごく丁寧な方だなと思ってそうだから僕もなんかちゃんと答えたいなと思いますし やっぱりあのってくるんですね結局なんかやっぱり文明がすごく汚かったらやっぱりそのもらった相手もやっぱりそれだけの価値しか提供できないと思いますしやっぱ文明がすごい綺麗だったらやっぱりあの自分ももうちょっと頑張ってあの返答しようかなとかあると思うので結局自分のやる行為って鏡,鏡写しだと思うんですよ全部世の中。 自分が悪いいことをししててたらいつか跳ね返ってくるしあの自分が神社とかたくさん行ってちゃんと世の中よくなりますようにとかちゃんとあのご先祖様に感謝あげたりとかあのお墓参り行ったりとか毎月毎月は毎年とかお墓参りちゃんと行ってあのちゃんと感謝をするとか結局あの,自分の行いとかって全部鏡反射なんですよねだからこうメッセージとかすごく丁寧にいただくとやっぱり。 いやちゃんと何か答えたいなって気にもなりますし結局鏡なんですよね。であのいい先生はいないんですよねいたら教えたいんですけどねもちろん。でもねここまで来るとマーケティングになっちゃうのであのね僕だったら一回論点変えますね。要はあこれ結構大事かもしれないんですけど。 要は10万円稼げればまずいいと思うんですよだって目標10万円なんで。であれば6か月間で10万円稼げるビジネスをやればいいんじゃないですかね。まさに。だから別に確かにインストラクターを10年間やってあの知識がたくさんあるっていうのは一つの大きなスキルであって武器になると思うんですけど今は。 見るとやっぱりコロナで大変なんです世の中であれば僕だったら YouTube であるとやっぱ最初はどうしても伸びないので YouTube を毎日アップか2日に1本アップしつつ100本とか200本やってしっかりとデータを取りつつもう一つビジネスを立ち上げますね。そう だから YouTube はどっちかって言ったら育てるイメージにしてそれをやりながらしっかりと自分の商材とか自分の商品を作り作ることを考えながらあの日々生活を過ごしてでもう一つビジネス立ち上げますね10万円いくためになのでまあ物販だったらまあ確かに簡単に10万円はまあ結構かまあ、簡単に言うと語弊があるんですけど普通に10万円は生きることはできるんですけど まあ自己紹介作って、ココナラとかやってもいいですよね。ココナラとかノートとか、あとはね、スキルシェアとかストアーズとか、えーっと、そうやってね、結構ね、自分のスキルを売るサイトとかも結構あるんですよ。あとは、例えば、あこれもいいかもしれないですね、スマホで、あの、いわゆるストレッチ動画とかを撮って、なんか限定で、限定動画で販売していくとかもいいですし、 あとは1時間、えー、相談するとか電話しながらその体の悩みを聞くとか、うん、でもいいですよね1時間3,000円とかでもいいですしそれを一つ大きな幹っていうか大きな軸として育てながら僕だったらまずやっぱりお金がないことには、えー、やっぱり生活とかがあるので今コロナ禍ですしだからもう一つビジネスやるかなって思いますね。 あと1つやるんんだってなんですかね、まあ、物販はこの方がやってるので別にこの方がそのあのそのそ方に女性の方に教えればいいと思うので,で別に僕のやり方その知り合いの知り合いっていうかなんか普通にその、まあ、親族の方とかは普通にまあ全然教えてもらっていいので。<laughs> うん まあ別にその女性の方を教えて例えば物販でじゃあ5万円とりあえずやって YouTube 頑張ろうかでもいいと思いますしまああとはね何すかねあとやるとしたらんだろうなどれ情報発信マストでまあできればインスタ、えー、ツイッター、まあ、フェイスブックも、まあ、やっていきたいですよねあの重要ですよね であとはまぶっパもちょっと教えてもらってあと何だろうなでもねヨガで稼ぐってなるとどっちかって言ったらマーケティングなんですよねだからマーケティングの先生に教わるってことになっちゃうんですよそうすると結構高いと思うんですよねだからどういった先生に教わるかって言ったら自分で商材を作って それを集客して教育して販売してきましょうっていう商材、えー、それを教えてくれるコンサルとか、えー、スクールとかに入らないとってことになるんですよ。そうするとだからそれを教えてくれる人なんですけどでもね逆を言うとそれを教えてくれる人ってある意味マーケティングのプロなのでめちゃくちゃ高かったりとか。 あのただ、えー、高いものを売りつけられるとかっていうのがあり得るんですよ。だからねそれは結構む難しいところかな。ココーチコンサルセラピストなんですよねだから SYK、えー、っていうとこあるんですけどそれ YouTube であるんですけどそれとかは僕は結構参考にしましたね。 syk sns マーケティングみたいなあるんでっまあこれもですねあの僕に普通にあのいつものようにメッセージいただければ YouTube チャンネルお伝えしますのでまあどっちかって言ったらそこに入るよりもその人たちの無料動画を見てまずは勉強するっていうのもまあいいのかなーって思いますよね。まあ、結論言うとですねその自己紹介を作って高単価のものを えー、ダイレクトレスポンスマーケティングで、えー、やっぱり月に1人でも2人でも販売していって10万円を目指すっていうことが大事。であとはですねあのデータを取ってみるあの。やっぱり5分でも7分でもいいのでやっぱり出さない限りはあの結果って分かんないんですよ。その動画がどうなるかとか出し方もやっぱりまだあの不安定っていうか分からない点もあると思うので。 だからまずチャレンジをしてしっかりとフィードバックをもらうってことがすごい大事なんですよね。だからまずですね、あの、行動あるのみですね。とりあえずあの動画出してみてフィードバックっていうのを、えー、も,らっもらうっていうか見てみてください。データっていうのはあの目で見えるものなので。じゃあ、あの、すいません。ちょっとあの、僕がその、プロじゃないんですよね。こういう、なんか、 僕のヨガとかやったことないのでそれをどうマネタイズするかっていうのを、えー、考えた時に、まあ、こういったことしか喋れないんですけど、まあ、1つでもですねあの参考になる部分があったら、まあ、幸いですので,あのです、ね、ちょっと参考にしてみてください。じゃあ失礼します。